おはようございます。まちです。ご視聴ありがとうございます。さて、今日もですね、フィルムカメラ紹介初心者さんに向けた第3弾かな、やっていきたいと思うんですけど、第1弾第2弾はおすすめのフィルムカメラを紹介しているので、ぜひそちらを見てほしいんですが、今日はその前回にもちょっと話が出ましたけど、フィルムカメラどこで買ったらいいのみたいな、どうやって買ったらいいんですかみたいなところを、話していけたらなと思っております。じゃあまず、フィルムカメラ大雑把に分けるといくつだ、3つ4つぐらい買う方法があると思うんですけど、ショップで買うカメラ屋さんね、でオンラインで買う、あとそのオンラインの中でもショップがやってるやつと、あとはああいうオークションとかメルカリ的なやつとかで買う、3つか3つですね。大きく分けると3つです。じゃあまずそれ1個ずつ解説していこうかな。まあ一番おすすめなところから話していこうかな。一番おすすめでいくと、まあ実店舗で買うのがまずは間違いないですかね。初心者さんで行くと、ああいう、まあ、街中に一つはあるカメラ屋さんにちょっと行ってみるといいかもしれないです。まあ自分のこの住んでる地域で今考えてみたんですけど、まああるっちゃあります、カメラ屋さん、カメラ屋の北村とか、あとはああいう個人で昔からやられてるカメラ屋さんみたいなところあるはあるんですけど、まあ、そんなに品揃えは多くないですよね。これかな、デメリットとしてはそれかな。やっぱり置かれてるカメラ、しかもフィルムカメラなんでめちゃくちゃ限られてくるんですよね。でもやっぱりいいところで行くと、店員さんもカメラ好きな人がもちろんそれはやってるんで、聞いたら絶対教えてくれます。めちゃくちゃ親切に。だいたい分かんないことはないんじゃないかな。なんか困ったことあったらまずは近くのカメラ屋さんに行って相談してみるのがいいと思います。なんでほんとちっちゃいことでも、フィルムが抜けなくなっちゃったとか、ちょっとしたことでも、まあカメラ屋さんに行けばまずは解決するかな。あとはやっぱりその実機、売ってるものが今いっぱいこれ並べてあって楽しいことになってるんですけど、売ってるものが実際手に取って見れることが一番でかいかな。やっぱフィルムカメラこう言ってももう20年前とか30年前のものいっぱいあるんで、これに至ってはもう60年前ぐらいのカメラなんで、やっぱね実際見て触ってちゃんと動くかとか、壊れてるとこ傷とかないかとかは、やっぱねカビとか、あとカビ、ここはねなかなかやっぱ実際見て買うよりいいものはないっすね。そこはもう実店舗の一番の強みかな。しかもあれですよね、都心部とか行くと、例えば東京とか行けば、フィルムカメラの専門店が結構いっぱいあるんで、そこ行けば、なんていうんだ、ラインナップもめちゃくちゃあると思うんで、おすすめかな。まあ、東京だけじゃなくても、こういう都市部にはある気がする。そこ遊び行くのね、めちゃくちゃ面白いんで、おすすめです。フィルムもいっぱい売ってるし、それかな、そこがまず1個だと思います。そうか、金額に関してはイメージですけど、やっぱ店舗で買うものはちょっと高いというか、やっぱいいものを厳選しておいてるからそれなりに値段はするかな。そういう感じですね。いいものをちゃんと置いてるからそれなりの値段がする。でもやっぱり実機が見られて、店員さんに説明してもらえるところはもう何よりもいいところ。なので一番最初本当に分からず、フィルムカメラ始めてみたいっていう人は、まあ店舗に行って買うのがまずは間違いないかな、そう思ってます。で2個目、これがオンラインショップ、オンラインショップって言っても、カメラ屋さんがやってるオンラインショップがおすすめです。結構いっぱいあるんですよ。フィルムカメラオンラインショップみたいな検索するといっぱい出てくるんですけど、そこで買うのはね結構間違いないかな。変なものあんまり売ってないと思うんで、フィルムカメラ買うのにあたって何が一番怖いっていうのは、やっぱり届いてみて、あ、
思ってたより汚いとか、そもそもここを動かないじゃんみたいな、それがねやっぱ一番怖いです。ありえるんでデジカメとかだとあんまりないんですけど、フィルムって結構ありえるんですよね。1000分の1シャッターは切れるけど1秒が切れないじゃんみたいな、そういうなんかすごい深いところで不具合って結構あったりするんで、だからその故障のリスクを回避できるって考えると、そのカメラ屋さんがやってるオンラインショップ、これはまあ間違いないかなと。やっぱあと保証とかがあるんで、ちゃんと届いて、もしなんか不具合があったら交換しますよとか修理しますよとか、そういうところもちゃんと保証がしっかりしてるからおすすめだと思います。まあオンラインショップなんで実機は見れないんですけど、そこはやっぱり実店舗と違ってちょっとまあしょうがないところなんですけど、でも結構ちゃんと写真も載ってるショップいっぱいあるんで、そういうところをチョイスして信頼の置けそうだなっていうところを見て買うのがいいんじゃないかなって言っても、まあ信頼 できるかどうかなかなか見分けつけるのも難しいと思うけど、まあ保証がついてるところで買うのが間違いないと思います。最悪ダメだったら返品できるから、それはもうそこだけ、そこがまず一番重要かな、オンラインショップで買うとしたら。そんな感じです。で、3つ目、オークションとかヤフオクとかね、あとはメルカリ的なところで買う、これはおすすめではない、正直おすすめではないんですけど、でもねコストを抑えてカメラを買うにはいいかな。やっぱりオークションとかだと結構は実店舗とか比べると全然安く買えたりするんで、それはいいかな。あとはちょっとレアなこれとか、なかなか手に入りにくいカメラがポンと出てる場合があるんで、そういうカメラを探すにはいいと思います。でもまあ最初か、一番最初やっぱヤフオク、やっぱリスクがあるんですよね。さっき言いましたけど、届いてから壊れてるとか、やっぱ実機が見れないし、まあオークションとかだと結構業者さんが出してたりする場合があるから、まあ、結構ちゃんとしたものを出してる場合もあるけど、まあ全然ジャンクも出てるし、いいものか悪いものかを判断する要素がすごい少ないんですよね。写真もなんか適当なものをこう貼ってる人も多いし、説明文もこれ全部コピペじゃないかみたいなところも結構あるから、判断が結構難しい、そこはあるかな。あとはまあ保証とかがやっぱりないよね、基本ないと思っていいと思います。なのであんまりおすすめ、最初はおすすめはしないんですけど、特にメルカリとかはちょっと怖いなどっちか、自分よくカメラ買うときはヤフオクで買っちゃうことが多いんですけど、メルカリでは買ったことないかな今のところ。ちょっとやっぱメルカリも見るんですけど、探してるカメラあるときとか、やっぱねなんかちょっと不安なっていうか、不安です買うコツとしては、例えばヤフオクだったら業者さんが出してる、自分が、欲しいカメラこう見つけたとして、その人の他に出品してる商品見るんですよねでまあバーってこうカメラが出してたら、これ業者さんなんだなって分かるから、その中でも、例えば備品というか、もう、まあ、絶対に間違いないです、ちゃんと全部動きますって書いてあるものを買うそれぐらいしかもう方法がないよね。まだ保証があるやつがあれば一番いいんですけど、なんで、リスクはあるけど結構比較的最安値レベルで安く買えるっていうのがあります。そんな感じかな。で、最後ちょっと番外編というか、意外とこういうのあるなーって思ったのが、今話してて思い出したんですけど、結構ねこう視聴者さんからいろいろメッセージいただくんですけど、おじいちゃんから引き継ぎましたとか、お父さんから引き継ぎましたとか結構聞くんですよ。本当にめちゃくちゃ聞くんで、じいちゃんばあちゃん家とか行った時に、もしね
聞いてみたらね、意外と眠ってるのはあるんじゃないかなってね、思うんですよね。うちの、じいちゃんちばあちゃんち行った時もね、探したらね、昔、これね、この富士のスーパー N テレカルディア、これね、引き出しから出てきたんですよ。で、うわ、これ昔これで撮ってもらってた覚えあるわっていうね、カメラ意外とあると思うんで、しかもこういうもの見つけてこう自分で使えたらめちゃくちゃ愛着湧くんで、ちょっとね探してみるといいと思います。これはね、ちょっと壊れてて動かなかったんですけど、大事に撮っておこうって、ね、これは思ってる。だからちょっと番外編ではあるけど、意外とそういうところから、掘り出し物が見つかる可能性があります。絶対にある。これは結構話聞くんで、そんなところかな。この、4つ、実店舗、オンラインショップ、あとはああいうフリマっぽいオークションとかサイトと、あとは、家を探してみるこれですね。そんな感じで、紹介してきましたが、なんかまだ、不明なところとかあったら、ぜひぜひコメントしていただければ、何でもいいんで、ほんと何でもいいんで、ぜひぜひコメント待ってます。でちょっとちらっと今考えてるのは、いや結構本当にメッセージいただくんですよ。こういうどこでカメラ買ったらいいですかとか、どういうのがおすすめですかみたいな、結構いただくんで、なんか街セレクトショップ的なのを、まあ、カメラ屋さんみたいなことはできないですけど、作りたいなーってちょっと考えてるんで、ぜひできたらなカメラとかもちょっとぐらいね、オンライン並べて、間違いないものを並べたりしたいなーってちょっと思ってます。ではそんなところで、今日はカメラの買い方でした。ありがとうございます。またちょっと、こんな感じで初心者さん向けとか、こういうフィルムカメラどうしたらいいの、疑問とかね、いろいろ紹介していけたらなと思うので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとはインスタですね。インスタも、いろいろ日常発信とかカメラのことやってますので、ぜひよろしくお願いします。概要欄に貼ってますのでフォローお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。